皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。はい、Bレジェンド栄養士の板垣です。もう本当恥ずかしいですけど、これお似合いです。可愛いです。需要あります、これ。あるあるある。ではですね、今日はこちらのキティちゃんのママの作ったアップルパイ風味ですね、こちらの、はい、プロテインを使ってリンゴケーキを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらね、シナモンの効いたアップルパイ風味、なのですごく、ケーキとかね、お菓子に合うんじゃないのかなと思って、今日はですね、そのまんまのリンゴケーキを、作っていきたいと思います。はい、ではお手伝いよろしくお願いします。お願いします。はい、ではですね、用意するものなんですが、こちらの、Bレジェンドハローキティママの作ったアップルパイ風味のプロテイン、1杯分ですね、通常の飲む量で結構です。で、今回はですね、よりコクを出して美味しくするために、牛乳で、溶かしていきたいと思います。キティちゃんのシェイカーも可愛いですね。そうですね、メモリアルからすごいお料理に使いやすいですね。確かに確かに。でこちら、牛乳が 200ml ですね。であとホットケーキミックスを使います。はい、こちら1袋分になります。市販のもので結構です。はい、はい、であとは、用意するものとして、ホットケーキ作るのと同じ材料になりますが、卵が必要です。で、あとは中にね、リンゴを入れるんですけれども、何でもいいんですけれども、よく一般的に売ってる富士、だとか、あとはちょっと酸味が好きな方でしたら紅玉、上にちょっと飾りで入れるにも紅玉ってすごく発色がいいので、紅玉、お好きなものを使っていただければと思います。とリンゴの量なんですけれども、これも本当にお好みの量でいいんですが、だいたいホットケーキミックス、1袋でしたら、4分の1くらいの、量で、いいかと思います。では早速作っていきたいと思います。はい、では、ホットケーキを作る要領で、やっていきますので、ボウルにですね、まず、卵と、牛乳を入れるんですけれども、その牛乳をプロテインにするので、まずちょっとプロテインを作っていただいていいですか。はい、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 では、これも入れてください。はい、はい、まーす。じゃ次、卵を、1個割り入れてください。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃこれ混ぜていきます。じゃあ混ざりましたので、はい、パンケーキミックス入れてください。はい、もうこれ一気に全部入れちゃって大丈夫ですか。はい、はい、すごいこれやってると、もうこのプロテインのいい匂いがすごいです。はい、はい、では生地の方ができましたので、はい、もう型に流していきます。はい、お好きな型を用意していただければと思います。こういったね、100均とかでも使い捨ての可愛いものありますので、今日はちょっとパウンドケーキのようなこの、大きい型と、マフィンで使うようなこっちの型に流し込んでいきたいと思います。リンゴなんですけれども、4分の1に切って、結構ね、ちっちゃく、切ります。大きめに切っちゃうと、焼いた後ですね、ちょっと時間が経つとリンゴの水分が出てきてしまって、べちょべちょになりやすいので、そうなんですね。はい、なので私は結構ちっちゃめに薄めに切ります。紅玉使う場合ですね、は上にちょっと飾りとして使いたいので薄く、スライスしました。はい、こんな感じです。はい、はいはい、で、型に流していきます。で最初、ちょっとだけ入れて、でそこに、リンゴ、お好きな量ですね、入れていきます。だいたい4分の1ぐらいですかね。そうですね、はい、で最後ね、これ膨らむので、型いっぱいまでは入れないです。で上にまたちょっと
重ねていきます。ホットケーキミックスってすごい便利ですよね、うん、本当ですね。もうなんかベーキングパウダーがもうそのまま入ってたりとかするので、うん、ね、あのいろんなものを入れなくても本当にオールインワンな感じなので、はい、で分量で言ったら満パンに入る分の1センチ下ぐらいになりますかね、うん、見えますかね。はい、で入れたら上に、紅玉を、飾っていきます。はい、できるだけ皮が見えるように、あの、マフィンの方もやっていきます。はい、こんな感じです。はい、こちらの、オーブンで焼いていくんですけれども、だいたい作り始める前に、オーブンを、190度ぐらいで予熱しておいて、でその間に、作業して、作って、で、10分ぐらい予熱しておけばいいかなと思いますので、そちらで、入れて、で、190度でしたら、2、30分ぐらいで、焼けるかと思いますので、ただ、ね、ちょっと焼け色とかを見ながら、竹串で、ちょっと中の焼き具合っていうのを確認しながら、調整していただくといいかと思います。では、気になる栄養価の方なんですけれども、大体、この容量ですと、マフィン3つと、こちらの、ものが1本できる、量になりますので、大体6分の1として、こちら、1人前で、166kcal、そしてタンパク質が 8g、脂質が 3g、炭水化物が 26g、摂ることができます。脂質かなり少ないですね。そうですね、はい、もともとねプロテイン の、 あの脂質も少ないのでヘルシーなおやつになると思います。バター使ってない分はすごいありがたいですよね、うんうん、あ、そうですね、はい、そこですね。ケーキ作る時ってね、やっぱね結構そこバター使ったりで脂質上がりますもんね、うん、はい、ですのでね、ぜひトレーニングの後のご褒美という形でもいいですし、お子様の、おやつにもですね、こういった栄養価の高いものを、作っていただくと、いいかなというふうに思います、はい、では今日はですね、こちらのハローキティちゃんのですね、ママの作ったアップルパイ風味のプロテインを使った、リンゴケーキ、をお送りしました。では次回の動画で、試食の方をしていきたいと思います。ではですね今日のリンゴケーキと板垣さんのキティちゃんが良かったなと思っていただいた方は、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは次回の、試食動画でお会いしましょう。さよなら。匂いしますね。うまい。ちょっとまだ照れがありますね。うまいにね、染めたほどのちょっと勢いがまだ足りないですね。ちょっとね先輩超えれないですね本当に。まあね取っちゃうとね染めたご飯食べていけなくなりますから、ね。うん